佐賀市富士町を舞台にした小説「冒険の道」の著者で唐津市出身の北方賢三さんが10日富士町を訪れ地元の図書館で開かれている冒険の道展を観覧しました図書館には北方さんの曽祖,祖父で小説のモデルになった森平太郎さんにちなんだ写真や資料が展示されています森さんは富士町出身で台湾で菓子業を営み 戦前に大手菓菓子メーカー、カ製をを創業しましままた。小説では、その半生を描いていてす。北方さんは森さんの業績を時系列にまとめた年譜や森家の家系図をはじめ地元住民から寄せられた新高製菓の社員の写真や思い出話を紹介するパネルなどおよそ60点の資料を鑑賞しました。 北方さんは、展示資料が自分の調査よりはるかに詳しくて驚きました。曹祖,祖父のことを故郷の人たちがよく覚えていてくれて、感謝の気持ちでいっぱいですと感想を語りました。